次は3曲目。まだ手が少しまだ冷たい春先。このそういう時に柳瀬隆さんが追い込まれて落ち込んだ時、冷たい手を懐中電灯で温めたら血の筋が見えた。僕は生きてるんだ。その喜びを謳歌して頑張らなくては。自分を励ますためにこの曲を作ったと言われております。では手のひらを太陽に、皆さん春を目指して歌っていきましょう。